60秒でわかる先輩ごちそろさまです。ガイドワークスパチスロ実践術 DVD の新人ライター橘里乃。この番組は彼女を一人前に育て上げるべく始まったライター育成型実践番組である。パチンコパチスロ2人の先輩ライターを招き、実践を交えながらライターの極意を学んでいく。しかし橘には密かな企みがあった。まだまだ稼ぎが少なく、大好きなお酒を思うように飲めずにいた彼女は、私が勝ったら仕事の後の一杯をおごってもらおう、そんな作戦を胸に秘め、先輩たちに戦いを挑む。先輩ごちそうさまです。おはようございます。パチスロ実践術 DV の橘里乃でございます。この番組はですね、私橘里乃が、先輩ライターお二人をゲストにお招きいたしまして、ライターに必要な極意を学んでいくというライター育成型番組になっております。はい、で今回ですね、第6回目を迎えたんですけれども、なんとですね、最終回になっております。でだいぶですね、ちょっと風が強いんですけれども、元気にいってみたいと思います。はい、早速今回のテーマの方から発表していきます。はい、こちら、人間力。人間力ですね、まさに人間力という2人が早速お招きしたいと思います。どうぞ、このお二人でございます。おはようございます。あっちょっ、おっす、おっす、おっす、おはようございます。朝から玉突き事故。おはようございます、おはようございます。まずは自己紹介の方からお願いいたします。はい、はい、私の一生ガイドで20年ばかし、ライターとしてやらせていただいてます、永田健一と申します。よろしくお願いします。はい、天のパワーをいただき、パチンコオリジナル実践術からやってまいりました、スピリチュアル由美子です。よろしくお願いいたします。あ、もう改名したんですか。え、改名されたんですか。あ、井上由美子って言うんですけど、はい、最近あのスピリチュアルに目覚めまして、はい、まあ、それも 2,3 年前からなんですけれども、はい、まあ今は結構なところまで行っちゃってます。結構なところまで、はい、人生何回も脱皮してますからね、うん、そこがまさに人間力につながるということですね。抜けまくりでございます、なるほど、はい、裏テーマがございます。あの、お二人と私で、3枚対決をいたします、はい、で3枚で勝った方が、負けた方にお酒を奢ってもらえるというシステムになってますので。負けた方が奢るのね。はい、負けた方が奢ります。それあなたにとってデメリットしかないですよね。え、なんでですか。例えばこの3人で普通に飲みに行きましょう、はい、行ったらですよ、うん、はい、年長者である私が払うじゃない、大体。あ、そうなんですよ。あ、そうですね、はい、別に勝負しなくても出すわけですよ。でこれ毎回そうなんですよ。あの、やっぱり来てくれる方々、先輩方、優しい方が多いんで、毎度毎度出してあげるよって言われちゃうんですけど。なっちゃうでしょ、うん、ね、リノ氏は、はい、別に勝負しなくても怒ってもらえるのに、はい、負けたら出さなきゃいけないって、うん、ちょっと元も子もないんで、それ以上突っ込まないでください。ただただただ先生、はい、人間力を私たちは教えるわけですから。そうです、由美子先生、そうなんです。じゃあパチスロなんか打ってる場合じゃねえぞ。え、ちょっともうやめて、もう行っちゃった方がいいんじゃないですか。ですか、早速いろんなとこ教えますよ。教えますよ。エネルギーがね、あのね、左からね、右にね、流れてきてちょっと流れにあった時どうなるか、あの、これまでちょっと、ね、もう冬の新潟なんて人間力があるかがないかで全然変わりますからね、はい、そうですね、この話始めた途端にすごい風ですからね、はい、ちょっと変な空気が漂ってますけど、早速実践の方行ってみたいと思います。頑張ります。今回のルールは、橘里乃と先輩ライターによる2対1の変則タッグマッチ。実践時間6時間の3枚勝負となる。タイムアップ時、特殊状態の場合に限り取り切りが認められる。負けた方は打ち上げの飲み代おごりの罰ゲームとなる。今回撮影にご協力いただきましたのは、デルゼビッグサイト新潟南店さんです。
デルゼビッグサイトの詳しい情報はホームページをご覧ください。デルゼビッグサイトは新潟県を中心にご覧の店舗で大好評営業中。お近くへお越しの際はぜひデルゼビッグサイト各店にお立ち寄りください。それでは早速実践開始。おはようございます。中竹さんはゴッドかな。私はもういつも通りここから行こうかな。中段チェリーを引きにちょっと調子乗って、最終回なんでね、景気よく出したいじゃないですか。やっぱりいい花いっときますか、最後だし。半年の締めくくりとなる今回、最初は語呂合わせで題を決定。はい、それでは私立花リノは毎度おなじみ沖時からスタートしたいと思います。いつもいつも気になっているいい花バンダイからスタートですね。ただこの第1代目にとってちょっと後悔してることがあって、チャンスモードで引っかかった台を天国に上がるまで打ちたいので、いい花バンダイ取りましたけど50ゲーム以内に光ってくれないとすぐ移動することになります。続いてスロット担当中竹、打ちたい台はすでに決まっているのか軽快に店内を突き進む。もう一択だよデジャブエースが今日発生するんじゃねえかと。前にもここで収録やらせてもらった時に小田雅信くんと戦うってやつでね、この台でもう若者の目を積む勢いでドーンといったんで、多分相性がいいんだと思います。スピリチュアル的に言うとね、もはやおなじみともいえる得意の神々の凱旋からスタート。はい、始めます。さあ今日はどんなドラマを見せてくれるかな。今日はね、新潟に泊まるんで、連泊なんで終わんなくなっちゃっても全然 OK。 まあ終電ぐらいで帰れればいいやっていう日はね、まあそんなことほとんど起こんないですよ。不思議なもんで、現代の電子機器相手に思い込みでね、結果を変えられるのかと。もうスピリチュアルな世界ですよ。この辺は井上氏にちょっといろいろ俺も教わろうかなと思います。てか井上氏自身勝ってんのかって話だけどね、まずはそこから聞き出さないとね。最後はパチンコ担当井上。おはようございます。あ、これがメインコーナー。おきゅうみほ、おはようございます。ティリーン、おうみほがあるやん。スピリチュアルとは対照的にじっくりと台を選ぶ姿はまさに真剣そのもの。すると井上のもとに、え、天竜だ、天竜。いや見ましたよ。いいよ。ほんと？自分が打ちたいほどいいと天竜を進める中だけ。知らないけどね、負けて。ちょっと待ってくださいよ。いや本当怖いですからね、最初入んないがあるから。果たして井上のスピリチュアル力は天竜に通じるのか。さあ、というわけで私が選んだ台はこちら、天竜。ですね、最初王民物語4であるとかたくさん打ちたい台はあったんですけれども、中竹さんがねわざわざここに来てこの台いいよって言うんですよ。やっぱ先輩の言うことは絶対ということでこちらにしようかなと思います。まあその理由としては1日前2日前52回20回ということで、まあ癖がいいんじゃないかというところも、まあ、確かにあるので、あ、よく見てらっしゃるなという感じで、とりあえず朝一はここから攻めてみたいと思います。カニ歩き作戦の立花は1台目を2000円でやめ、すぐに隣の台へ。この2台目で早くも遅れました。
いやー最高のスタートだ。最高です。はい、23ゲーム、ビッグボーナス、トートース4000円、チャンスモードであればこの一発でもう上がってくれてもおかしくない。たまには一発で上がっててくれてもいいと思うんです。よし、いいと思うんです。ビッグボーナス、好調好調、今日も勝てそうです。ノイチェリーでいただけました。次ゲームビッグボーナス、幸先よく天国を獲得しオールビッグの3連チャン。もう終わりですか。なあ、3連で終了です。ちょっと一周見たいと思います。約600枚の出玉を獲得し次の台を探しに立ち上がる。皆さんいいとこまで回せますね。これもう置き時けないじゃないですか、打てる台。前回来店した時には朝から大ハマりを食らった中岳、今回は果たして。こうなると厄介です。ずるずる引っ張られるパターン。ブラックホール1ゲーム終了は本当厄介。あ、準備以上ですね。以上というかもう天国ですね。モードが上がったことは確認できたが、これが当たりにつながるかが重要となる。前兆ですね。フェイクかどうか分かんないけど10だ、踏んだではない。12いるのはまだまだいる。あー、終わるやつだ。フェイクです。違うな。あ、これいいわいいわいいわ。247ゲーム、投資11本。あ、データ飛んだな手こずらずに当たった素直な台でございます。前兆から綺麗に当たりましたね。本当ブラックホール、1ゲーム終了はもう頻発して頻発して当たらず転落終了っていうのが多い。その様子をちょうど後ろで見ていたのは。当たるの早くないですか。早い早いですよね。早い。どうしたんですか。ポイポイっと上がって当たりました。なんか爆発的に出そうで怖いんで、あんまりちょっとやめてくださいね、出しすぎるの。相性いいんで。そうですよね。別対決じゃないんでしょ。対決ですよ。対決なの。対決ですよ。もう忘れちゃったんですか。対決ですよ。勝ったらなんかあんま酒。あ、どうでもいいですか。え、酒より。はい。え、酒より な顔で顔でってサイレントじゃないですか。まあ、じゃあいっぱい出してください。万万以上だったら考えます。マジか。はい、本当に大そうで怖い。はい、ちょっと楽しみにしてます。じゃあ頑張ってください。今夜は寝られねえぞ怖い怖いよこれはね、一応ポーズというか演出というか言わなきゃいけないのかなっていう感じで、全然本心じゃないです。本当にね。いや、ちょっと中武さんが本気でまんまに出してきたら怖いんで、外線どうかな。プラス1、相手のこれしかないんですよ。え、対抗しますか。やりますか、今日やりましょう。はい、ということで早くも3台目外線に座りました。もうちょっと予定外すぎて自分でびっくりしてるんですけど、
中竹さんが当たってるのを見たら当てたくなっちゃったんで、この台を当たるまではうさいと思います。ただ前年最終が81ゲームですので、ちょっと背置きだった場合は地獄なんですけど。天竜で実戦スタートした井上、クルーンを狙って打っていくと、めっちゃ入ったよ、めっちゃ入ったよ、あっくはー、おっしゃ来た、抜けました、一個、おい、ここだ、あー奥だよ奥、あっしゃー、おーし、手前手前手前来い手前来い手前来い、おーおーお願い、あー近い、あーめっちゃ惜しかった、見てました、まあ、この手前に入ろうとしての左奥です、うわー悔しいな、悔しいな、惜しかった今のマジで、もまあいいと思います、ちょっともうちょいこの調子で打ちます。ゴッドゲーム消化中の中竹はやべえ、ちょっとやばいな、まだ分かんないけどね、一回光ったからいっか、ワンセットで終了するかと思われたが、さあ4、早いな、17ゲーム、ストックなのか新しい当たりなのかはさせ分かりません、分からないというかもうどうでもいいというか、なんで当たったんだろうって、付き合ってる相手になんで俺のこと好きなの、なんで俺のこと好きなのって聞くようなもんなんですよ、別にもう付き合ってて今一緒にいるんだからいいじゃねえかっていう話なんだ。中竹の当たりにつられ神々の凱旋に移動した立花は、リプ3リプ4いただけます、 G ストップをいただけます、はい、184ゲームリプ4から G ストップです、投資が400枚持ちメダルですね、ネゲいたしやす、はい、2枚1枚、5、なんと中途半端な190ゲームジジイ当選でございます、5、何もできずに終了でございます、リセット322枚、はい、モードも良くないんでやめてもいいと思うんですけどね、一旦考えます、いやどうします、ちょっと凱旋粘りますか、いやでもちょっと空気に飲まれてる感がすごいんですよね、こう中竹フィールドで戦ったらそりゃ勝てないじゃないですか、もちろん私凱旋は苦手分野ですから、でも打つとしたらなハーネスがいいんですけど空いてないんですよね、得意フィールドで戦う中竹は間もなく2セット目が終了、うわ結局行かなかった、これ勝ったよほら、獲得枚数少なくてごめんね連チャンかなこれ、よしじゃあ出す気あるんだな、出す気あるということにしといてやろう、3セット目突入となり徐々に持ち球は増えていくが、
獲得枚数は少なく手応えは感じられないまま、まあ、このセットは、まあ、普通に出たのかな。なんかよろしくないから井上市でも見に行ってみようかな。井上はただ静かにクルーンで動く球を見つめ続ける。よし、さあ2段クルーン来い。上にもいるから。ああ、もう一人いる、もう一人いる。ああ、まだかしら、私のあたり。これで一応もう投資が1万円。まあでも1回当たってしまえば、この先発なので。どうすか。いや、よく抜けもしますし、はい、すごくいいんですけど、やっぱこの2段目クルーンがネックです。このカウントはクルーンに行った数。そうです。今いくら。1万です。あら、いいんじゃない。めっちゃ回ります。まあ、確率的には27分の1で一応下に到達する、3分の1の3を抜ければね、ここを抜けた球はで、だって今20回で今1万円しか使ってないので、いいっていうことなんですよ。頑張るぞ。結局空き台が見つからなかった橘は神々の凱旋を続行。やばいです、空いてる。行こうかな。これ空いてるのかな。空いてる。ちょっと怖いですけど、520、368。凱旋はまだ私に心開いてくれてないんで、移動します。中竹のフィールドから離れ、得意騎士の一つハーデスへ移動。のまた市場なんですけど、私今日勝てないと結構やばいんですよね。で今月、まあ、2月ですよ。すでに15万ほどやられてまして、2月の3日の時点で実は20万勝ってたんですよ。それがそんな負けれます。落差35万ですよ。おめでとうございます。上手、うまい、いいな。ちょっと落差どうでもよくなっちゃった。熱い、うまい、甘い、甘い。やっぱ赤タフヤの7もいいよな。何でもいいや、引きたい。いろんな意味で引きたい。最初の連チャン終了後、少し迷いが生まれ始めた中竹だが、あれもう埋まっちゃってるのね。凱旋ハーデス、向こうは絆、もう全埋まりでございます。立ち回れない状況ですよ。あちょー、飲まれちゃうな。これ人間力が高ければ多分自然に立ち回り力も高くなる。人間力っていろんなところに出てきますからね。俺の友達にね、いろんなことがダメなやつがいるんだけど、まあ車の運転もダメで、パチスロもやるんだけど、まあ下手くそというか全長ですね。なんで全長、なんでずっと通常っぽくて3作多分引いてないんで。でも忘れることが多々あります。373ゲーム、持ち玉残り26枚でございます。危なかった、飲まれずに繋がりました。ハーデスに移動した立花も当たりが遠ざかり、再び現金投資に。なあ、つるりっていきましたね。この数ゲーム後、ない。今のおまじないですか。おまじないが効いた。当たったんだと思うんですけど、確定役だったらなおよろし。
はい、当たれました。フェイクリプレイで上がって今のゲームで当たったのかな。663ゲーム総投数17,000です。初ジャッジメントを言ってまいります。ペル、はい、ソーラ、ソーラ、サンズも足らん、はい、90ゲームスタート、ボツボツ、オーケー、あのす。ゴッドゲームに入った直後、完全に油断していたところに、ソローのいただきました。20ゲーム紫の7ゾロ、あんな簡単な演出でナイス紫7、ここだ、いきますよ、やるなら完全にここしかない、はい、お願いいたします。平均ですか、いいです、平均取れたんで。150ゲーム、このあとさらに30ゲームを上乗せ、合計270ゲームを消化、後乗せもない、はい、270ゲーム、807枚、惜しいですね、あと43枚でトントンのラインです。危ない立ち回りが続く立花、対して伸び悩む中竹と大当たり0回の井上、ここまではプラスマイナス0ラインの立花がかろうじてリード、果たしてこの後どんな展開が待ち受けるのか、それでは後半スタート。立花はハーデスのゴッドゲーム終了直後から実戦再開、今の様を見るとちょっとためらいますね、マイナス100枚なんで全然取り返せちゃうんですよ。あら、盛り上がり始めている、育ってはないですね、あら、セイントセイヤの 566? 1GB チャンスやりますか、999なんで天井ありだと思うんですけど、非常にちょっとセイントセイヤ打ちます、急なんですけど、あまりいい状況とは言えないが一回勝負と割り切っての選択、566ゲーム回ってる状態で押していたので、こちらをジビ当たるまでやりたいと思います。ただですね、前回807ゲームで当たってるので、思い切りぴったり背置き天井ですね、これ今ニスルーの状態ですね、ちょっとこれは追えないな、1チャンスだけやります。さあ、というわけでお昼ご飯食べてきましたよ、ちょっと台を休ませて、で、あ、もうやめないでみたいな、もう引き止めるパターンのその感じを私はこれから待ってます、お願いします。そして私髪型もちょっとチェンジしてですね、ちょっとあの先ほどまでの私とおさらばなので、ちょっと中竹さんならばこのまま行くとおっしゃってましたし、まあやはり そんなに悪くない台だと思いますので、やっぱその一昨日昨日と出てましたからね、たまに打ってピョピョって当てたっていう感じじゃなくて、ずっとあの誰かしらが座られて当てていらっしゃったので、多分性能的にはよろしい台なんだと思います。井上は何としても1回当てたいと後半戦も天竜を続行、おーし抜けた、よし3段目、あー頼む、
回してください。本当お願いします。これは何かが働いておる、何かが働いておる。今入った、先っちょ入った、先っちょ入ったよ。なぜ風出てる、大丈夫？中竹さん助けて、中竹さん助けて。その中竹は何やら熱弁中。私もそのどっか例えばトイレに行こうっていう時にパッと通路を見て人がいたらそこは避けて人がいない通路に行きますけど、遅れたんです。まあ、モード高めだからね。はい、今のは上がって当たっただけだと思うけど、でもダメだよ、上がりもしねえし上がっても当てられしねえ。初当たりは多く感触は悪くないのだが、今回もワンセットで終了。1回当てるまでと決めてセイントセイヤへ移動した立花だったが、結局はい、このあれで当たれますかね。長く感じたな、ちょっと全然何もできなくてコスモポイントがかわいそうなことになってます。一回も使ってもらえずでもったいない。だからこういうことするともう無理ですから、無理、絶対無理。なんで今行くの、天井だよもう。赤字はい、レインボーですね。ちょっと早いですけど投資が400枚ですかね、715枚持ってきたので。ジェネラルバトル1000ゲームぴったりですね。いいよ、よし、いいこと出ました。お願いします。60%オーバー。ちょっとお手順ミスっちゃったんで減ってきます。うはー、ええ、ちょっと待って、ちょっと待って、セイントセイヤー言いましたけど、え、これいただいたやつでしょ。負けられないよ、ありがとうセイヤー。はい、いただきました。ふー、気持ちいい、あー本当楽しい、どうしよう。綺麗なレインボーありがとうございます。セイントセイヤさん行ってまいります。セイントラッシュ、はい、いきますよ。ここが下手なんだよな。ちょっと赤7ぞろいを目指さないとダメなんですけど、レア役引こうよ。いいよ、紫、青背景ですけど50ゲーム、うまいよ、自分で言うのもなんだけどうまいよ。30、ああ終わっちゃいました。260ゲーム、上出来です。まくり確定ですね。どうしよう、楽しい楽しい普通の言葉しか出てこない
中竹は最初のあたりからここまでなんとかこらえ続けてきたが、191ゲーム、ついに飲まれてしまいました。まあ追っかけてみますか。他移動もできないしね。リノタンはね、人間力あると思います。人間力あるし、多分ね、人気者遺伝子っていうのがあるんだと思います。技術はすげえのに人気が出ないって人いるじゃん、いっぱい。夢に向かってひたすら頑張ってきて技術も身につけたのに、人気者遺伝子がありませんでしたってなったら辛いよね。意外な方向から橘を褒めていたら、3回目3の1か。難しいぞこれは。さあ、いらねえから、いらねえから、1ゲーム目で3なんていらねえから。狙えません。狙えない、無理無理。俺は今まで何を言ってきたんだと。あ、今日コンディション悪いだけかな。ちょっと目がドライアイなんですよ。寝不足とドライアイ。目薬持ってくれよかったな。あー、失敗した。まあ、謎当たりっぽいのが1回あったのと、リプさん3回目で G ストップ行ったっていうのをちょっと生きる希望にしていきたいと思います。罠じゃないことを祈る。すでにぼんやりとした状態でクルーを見つめる井上。やったー。おーい、感情もなくなってきました。もはや今59っす。27で基本的に 3×3×3、 3の3乗のもう2倍ハマりなんてもう超えましたわ。どうします。超えてはいますけど、どんどん落ちてきてるんでギブアップしたいですね、とりあえずは。いや、わかんないです。ちょっと周り見てきてもう一回考えます。1回の当たりを目指し粘っていたが、天竜はここでギブアップ。ああ、私の落ちたかった海はもう打たれているからどうしようかな、ね、ちょっと打ったことないけど、藤子もう移動しますか。藤子かパチンコ魔法少女マドカマギコ、マドカマギコか。終盤戦に来て一から大探しを強いられる状況となった井上。はい、ということで移動してまいりました。藤子ルパンジェンド、こちらちょっと打ってみたいと思います。まあ、あの当たればいいですけど、ちょっともう一で気になる台があるので、ちょっと試し打ちしてもしかしたら移動するかもしれないです。試し打ちの宣言通り1000円を使ったところですぐ隣の台へ。この台も1000円で見切りをつけさらに隣の台へ。機種の境目をまたぎパチンコ魔法少女マドカマギカの朝一台参りましたね。1回もちょっと当たりを当てられないっていうのは避けたいんですけれども、天竜移動してきて天竜の方が良かったんじゃないかってならないようにちょっと頑張りたいんですけど、なかなか今日はうまくいきそうにないですね。調子の上がらない先輩2人に対し絶好調の橘。青文字なんだよな。
オーケー、はい、やっとセイントアタックもらいました。ああ上乗せ、60十分、めちゃめちゃ美味しい、いいよ、すごく熱い。あー強チェリーの方でした、スイカだったらな。20ゲームさらにその直後にも早い、おー赤字、チャンスアップ、はい、ゴールドセイントバトル入りました。おー、いやでもアフロディーテ弱いよ、長く続けば続くほどこのカーンも増えるのでお得なんですけど、これがなかなか続かない、本当にやだよ。20ゲーム大丈夫、それもうダメなやつでしょ。はい、まともに食らって立ち上がれない、あんなに苦労して、見てくださいほら20ゲームですよ、全然上乗せでいいよって思う。ここで勝てればまたセイントラッシュに入れます。レア役ガーハーハー、そうですよね、無理ですよね、はい、498ゲーム1089枚で終了です。ちょっとコスモポイント悩みどころなんですけど、やめていいと思うので次の台探します。1回のチャレンジが功を奏し、見事に1000枚の出玉を上乗せ。残り時間も少なくなってきた頃、中竹に異変が。その理由は1000ゲームを超える大ハマり。精神統一してたんです、そのまま天井に行けるように心を乱さずレバーを叩いていけば天井まで行けるんじゃないかと、下手にねビクビクしながら打つと、ね、蹴られるんで、ここからさらに数百ゲームのハマりを経て中竹のストレスもピークに。この状況で笑えるかよ、あこれはやっぱもう素直に居酒屋代払った方が安かったよ、あと50ゲーム40何本、買えたし1480 80%、お願いします、グイッV。 モード高かったよね、多分ね、ストックあればポセイドンぐらいには行くんじゃねえかって、これで普通のステージだったらお疲れ様って感じかな。お疲れ様覚悟で。この場面にちょうど通りかかったのは、いい酒飲みてえだろ、はい、うまい酒飲みたかっただろ、はい、6万5000円あれば相当いいの飲めたよな、そんなに言ってるんですか、なオープニングに言ってた通りでしたね、そうですね、そのまま行くのがベストでした、本当別にいらないんだよこんなの、いるんですよ
よ。いや、いるんですけど。いるの？早めでもよかったかもしれない、もしかしたら。じゃあ明日打たないで朝から飲みに行こう。そうしましょう、うん、そうしましょう。すごい楽しそう。それ毎日そうしよう。そうしましょう。ポンコツじゃないですか。廃人一直線頑張ろう。絶対で頑張る。楽しいぞ。まだ分かんないんで。分かってる。大体分かってる。分かってます。お疲れ様でした。一方、途中から完全に気配が消えたこちらの方は、スピリチュアル由美子大先生。なんか正気が見えないんですけど、大丈夫ですか？あのね、今日はもうダメって分かってんだよね。きつい。あの中竹さんも同じようなことをおっしゃってます。あのもうさって俺。朝からやっぱ飲んでりゃよかったんじゃないの、これって。いや、まあ本当そう思うよ。もういいじゃん、中竹さんに怒らせとけばさ。そうですね。もうそれ以上にこっちやられてるわけ。そうそうそうですね。50本なわけです、はい、50本。え、お二人合わせてあの12ぐらい行かれてるんですけど、大丈夫です。そう、本当変わんないです、同じぐらいです。めっちゃうまい酒飲めたじゃないですか。大丈夫ですか、この後もおごってもらうことになりますけど。大丈夫ですか、余裕あります。心の、もう金銭面じゃなくて心のです。心です。心はあるよ。心はあるんです ね、 あのね、あ、やっぱオーラからね。これがね、やっぱ生きる力といいますか。あ、こんなのじゃあへこたれないぞっていう。うん、あんまりその時間ないんで、もう落ち着いて。もうちょっとで終わっちゃうの？ですか？これからでしょ。今日だって私1日当たりなしだよ。ちょっと待ってください。なんで一回も当たれないよ。一回も、はい。ちょっとあんまり無理しないように、もう今更なんですけど、無理しないようにして、はい。もう無理してるから。ごめんなさい。でもお酒はおごってもらう。すいません。ごちそうさまです。お酒もか。お酒もか。それもか。お金あるかな。大丈夫かな、私のお財布。いや、まだまだ行きますんで。ちょっと待っててください。その頃、中竹は希望の薄いゴッドゲームを消化中。激弱い。さよなら。もう回さなくてもいいぐらい。ワンセットで終了し、獲得も200枚弱という最悪の展開に。やめざるを得ません。先輩2人の様子を見に行った後、置き時の島に戻ってきた橘は、これかな。すごい雑な決め方ですけど、当たりが軽めの、ここまで、上がるのに苦労してないだい。いや、もう今絶対ダメな立ち回りしてるって分かってるんで、ちょっとなんかよく分からないんですけど、自分で選んだくせに焦ってるんですよね。ああ、嫌だなーって。一番やっちゃいけないことしてるなーって。この置き時も一回勝負と割り切っての着席だったが、301元ビッグボーナス当たってくれたんで、よしとしましょう。あー、つらい。上がってくる。さすがの立花もそう何度も都合よく行くはずないと考えていたが、一発でやったよ。ありがとう、かなちゃん。分かってるじゃん。ありがとうございます。危険な立ち回りが続いた橘、綱渡りの状況から見事勝利をもぎ取った。中竹は後半戦一気に失速。培ってきたスロ力も今日は不発に終わった。スピリチュアル由美子の祈りは天に届かず、一回も当たらないまま実戦終了。ライターの極意、人間力を学ぶことはできたのか。そして仕事の後の一杯は誰の手に。注目の実戦結果はこの後すぐ。
実践終了。お疲れ様でした。手なんか叩けるかよ。いやもうね、結果をちょっと聞くのは嫌なんですけど、この空気感で。ゆみこ姉さん、ゆみこ姉さん帰ってきてください。ちょっと月に帰りたい。そうですね、はい、じゃあさっさと行きましょう。実践結果の方ですね、報告して いただきたいと、はい、思います。今日一日、パチンコを打たせていただきまして、声ちっちゃい。天竜さんがね、源一郎じゃないですよ。そうですね、源一郎じゃなくて天竜さんでね、はいはい、まあ、だいぶやられまして、はい、まあ、43本ぐらいですかね、移動しまして、当たりなし55本ですね、はい、入れまして、一日、当たりの映像が撮れなかったっていう、はい、そんな一日でございました。これがアミューズメントだというのか。そうですね、これもすべて天のお導きでしょう。なるほど、そこにつくわけですね。すごい、はい、心が痛むんですよ。そうですね、天竜進めちゃったんで。やっぱ私からしたらもう中竹先輩なんで、先輩に言われちゃうともう天竜行くしかないなっていう、はい、でもう責任感じて、はい、これはちょっと俺井上さんより負けないといけないなと。なるほど、頑張って、はい、負けました。はい、頑張って負けた。65本マイナー、15本マイナー、2人合わせて12マイナー、120本ですね。120本、どんな酒飲みたい。いやもう本当にいろんな国の酒飲めますね。いいの飲めるよ。えらい古いなんかワインとか飲めるよ。なんか急に胃が痛くなってゲロ吐きそうになってます、ね、聞いてて。すいません、ね、本当になんか朝から飲んでりゃよかったの。そうですね、肉に言ってましたもんね。なんか竹さん、酒飲めればよかった。すいません、なんか本当にこんな時間までお付き合いいただいて。一応ですね、私も結果の方発表してよろしいですか。別にいいや、言わなくてもいい、あ、言わなくてもいいですか。じゃあ聞こえない程度に言います。結果だけ、いろいろ落ちました。はい、いろいろ落ちまして、最終的にですね、投資が17,000円で、回収が1828枚ですので、3枚でプラスの978枚でございます。解消。テンションの差がちょっときついですね。もう大丈夫だよね、この子ね。大丈夫だと思います。もう人間力なんてね、うちらの人間力よりもさらにあるんじゃないですか、はい、だってもうね、立花リノのごちそうさまですっていう、はい、看板番組持たれてるようなので、はい、まあ、学ぶことはないんじゃないでしょうか。じゃあもうちゃっちゃとね、安い酒な、はい、もう金ねえから。そうですね、安い酒でいいですけど、若干残けどね、はい、ただワンモーションだけお願いしていいですか。はい、最後、先輩って言うんで、ごちそうさまですってあげていただいて、はい、いきますよ。先輩、ごちそうさまです。元気ない。はい、ということで居酒屋に移動してまいりました。全然ちょっと乗り気じゃないですけど、何でも食え、何でも食え、ありがとうございます。何でも食え、何でも食え。ちょっとおまけした先輩にね、おごっていただくのはちょっとなんか 気がね、乗らないですけど、今日はもうカードでしか払えない。それでは、はい、今日一日お疲れ様でございました。ごちそうさまでーす。いただきます。うん、飲むっけないですね。あ、うまっ。そうっすね、忘れたいね。忘れたい、うん、でも忘れちゃいけないんだぞ。はい、はい、この方法はソロでの負けは忘れちゃいかんのだ。でも忘れたい時の方が多いんですけど。忘れたら何のために負けたか分かんねえぞ。そうですね、負けは次の勝負の糧になる。今それ自分に言い聞かせてるってことでよろしいですね。その笑顔は、そういうことですよね、きっと。忘れたいですよね。勉強になるわ。勉強になりますね。人間力勉強になります。今日のテーマですけど、はい、早速、そのお二人に一番教えていただきたい人間力。はい、大丈夫っすよ、勝ったから今日。うん、勝ってたもんね、うん、普通だったらもう10万負けててもおかしくない。おかしくない立ち回りですね。普段だったら負けてるんですけど、なんかね、不思議なことに新潟だと勝ってるんです。食べましょう。そうだ、もう話し込んでちゃんと命をいただいてください。命だよね、はい、これ全部ね。命をいただきます。命に感謝。ありがとうございます。すごい回だなこれ。いただきます。命に感謝。命一つ食った。食いました。それを自分に取り込んで。カチカチ組んで数えたかい。今日何個の、いくつの命を食ったか。ネギ飛んじゃったじゃないですか。細胞一つ一ついただきます。食われるこいつらのためにも長生きしなきゃいけない。そうなんですよ、自分たちが幸せにね。それを思うなら結構で生きていきましょう。これ食って今日俺死んだらこいつら浮かばれないよ。そうですよね、せっかく俺ら食われたのにって。そうそうそう、さっき氷歯で止めるって言ったけど、はい、歯じゃなかった。え、上唇だった。あ、リノシがさっきね、はい、ジョッキ
苦手なんだとまず思う。そうなんです。でずっと飲んでって最後の方になると、はい、氷がガガガってくると。そうです。それはまだ重力を操れてないってこと。なるほど。なるほどになります。今のまだ大人じゃないんだな、うん、なるほど。なるほどじゃないな。重力は大事ですよ。今もう地球は重力に支配されてますから。はい、はい、ずっとそうですね。そこと相性が合わないと本当辛い人生になります。はい、笑っちゃってるじゃないですか。全然入ってこないです今の。いろいろ辛いことになると思うんですよ。操るってことですか、うん、そうね。水は高きから流れるとか言うじゃないですか。はい、初めて聞きました。パチンコもそうなんですよ。球の動きってのは全て確率によってね、まあ、ちっちゃな粒子がね、その球に何ね、球がピュ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 って首に当たりね。え、粒子、あのね、素粒子っていうものでみんな全部できてるんですけど、はい、あ、素粒子、わかります、わかります、うん、それが玉になってるわけじゃないですか、うん、素粒子もその辺飛んでますよ。シャボン玉飛ばしたらわかるじゃないですか。空気がこんな、ね、見えないんですけど、はい、ということでね、ビビ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 人の思念、はい、思う力は確率を左右させられることができるのかと、うん、それ絶対できますよ。ほんで2万人ぐらい集めて、はい、50%50% のなんかをやってもらったらって、うん、したら偏った。どっちに、まあ、どっちかに。いや、ちょっと待ってください。どっちにかってすごい大事。ちょっと待ってください。だから2分の1のもう2万人で偏るってすごいことなんですよ。そうですね。でそれはね、素粒子の動きに影響を与えてるらしい。おー、へー、本当に、まあ、その素粒子のおかげか成果で、はい、今回あの最終回になったんですけど、この番組最終回に呼んでいただいたこともね、これも思いなわけですよ。最終回にふさわしいお二人が来ていただいて、ね、いずれ分かるようになってました。分かるようになります。あ、このことか。ただですよ、これあのここ挟みますけど、はい、急なご報告がございます。この立花リノの先輩ごちそろさまですが、はい、今回で終わりますが、なんとセカンドシーズンが決定いたしました。それあれ、ステップアップでしょ。それだ、ね、素粒子ですか。これも階段登ったね。素粒子、これも素粒子ですか。素粒子きたわってます、はい、うん、え、きたわってます、ね、思いがね、思いが先輩ごちそろさまですっていう番組で先輩にいろんなことを教えていただいたんですけど、うん、セカンドシーズンはそれを踏まえてどんどん先輩に挑んでいこうと思ってますよ。おー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 、下克上的に。そうです、おその通りです。もうね、大丈夫よ。素粒子を無意識に操れる。操れてるから ね、いけますかね、うんうん、思い通り、すごいできます。なんだろう、素で言ってください今後。素で、はい、かしこまりました。素粒子の、そうは、まだ続くんか、まだ続くんか、はい、でもうええわ。先輩ごちそろさまですという番組のセカンドシーズン始まりますので、来月からも皆さんチェックしていただければと思います。はい、はい、今回はありがとうございました。またねー。また来ます。来月もねー。あ、素粒子がないっすか。あるある、飛んでる、飛んでる。全然わかんない。見える。粒？光が見える。スピリチュアルすぎてついていけないんだ私。